変わらず5番手そのまま控えるんでしょうか。バックストレッチに入っていきます。1番の山口が現在は誘導員の後ろ、上がってきた2番の山崎、さあここは5番の渡辺の位置を狙っていくか。残り600の鐘、一旦前に出ました2番の山崎です。下がった1番の山口が3番手の位置、4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周です。仕掛けていった1番の山口、さあ2番の山崎はこのスピードに合わせていこうというところだが、ここは1番の山口前に出た。2番手は5番の渡辺がすんなりと追走、その後ろ3番の三輪、さらに4番手に7番の市村が上がってきました。バックストレッチ、さあ1番の山口が逃げていく、2番手は5番の渡辺、3番手には3番の三輪、その後ろ7番の市村で後方に置かれているのは2番の山崎、4コーナーから直線。1番の山口が先頭を追うのは5番の渡辺が差が詰まりません。1番山口ゴールイン、2着5番の渡辺、3着3番の三輪で。